はい、どうも、今日はにちゃむさん全力応援みそです。はい、本日はですね、絶対に知って得するマントル小ネタシリーズ、皆様にお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これ意外とね、皆さん知らないんじゃないかなということで、ぜひね、理解して帰っていただけたらなというふうに思っております。各有私もね、今からお話しすること、このね、動画を撮るまで忘れておりましたということで、まずまあ最初のターンね、適当にびっくりを踏みまして、山口でいいか、はい、踏んで採掘場もらって、ここではい、鶴橋と購買部いただけると思います。で、施設に行きまして、はい、設置していくと思うんですよ。はい、でここの設置する、はい、場所がまず左上に鶴橋で、真ん中に採掘場、はい、で購買部どこに置くのっていう話なんですけども、購買部は、はい、一番下に置きます。はい、これね、なぜなのかと言いますと、この施設の消費する鉱石の順番って実は決まってるんですよ。はい、どういう順番なのかと言いますと、左上、真ん中上、右上、真ん中、左下、右下、真ん中下、はい、この Z をね、書くような形で消費されていくんですよね。はい、なので左上にね、いつも購買部ね、置いてらっしゃった方いらっしゃると思うんですけども、左上に購買部置いてしまうと、最優先でこの丸石が、消費されてしまいますので、そうなると、はい、次のターンですね、次のターン、適当に青びっくり踏んでいただけます。はい、このアクセサリー店、アクセサリー店でも丸石を消費しますので、はい、すぐね、アクセサリー店は序盤評価を上げたいんでね、設置してもらって、はい、このアクセサリー店でも消費する丸石が購買部に持ってかれてる、持ってかれてしまう危険性があるんですよ。はい、今ね、まさに分かりやすい絵になってると思います。はい、アクセサリー店で丸石がなくなるから購買部が不足状態になりますよというふうに出てるんですよ。仮にここに購買部置いてあって、アクセサリー店がここにあったら、アクセサリー店が不足状態になりますよというね、このね、不足のアイコンが出てたと思います。はい、なので施設を設置する順番っていうのを、まあ、ぜひね、頭に入れて帰っていただけたらなというふうに思っております。とにかく購買部は一番下に置くといいですね。アクセサリー店で序盤評価上げれないとね、選手権彼女キャラの、評価もピンクにするターンが一ターンでも遅れてしまうっていうのは、マントル強化において命取りになってしまいますので、はい、これはぜひ覚えて帰っていただけたらなというふうに思っております。なので、まあ、この法則から最優先で補充したいダイナマイトとかは、まあ、上の方に置いてもいいかもしれませんね。はい、貯蔵庫より下に置いてしまうと、貯蔵庫の方が優先されてしまいますので、はい、そんなこともね、ぜひ頭に入れていただけたらなというふうに思っております。はい、立ち回り解説の動画ではね、私バリバリ左上にね、購買部置いておりましたんで、はい、すいません、訂正させてください。購買部はとりあえず、一番下でいいかなというふうに思ってます。ランダムでなんかね、生成してくれるということで、まあ、これ何なのかも分かりませんし、まあ、優先度はちょっと低いかなということでね、はい、とりあえず下に置いておきましょう。他はまあ皆さんの、自由でいいと思います。まあ、鶴橋は序盤結構欲しいから左上でもいいかなっていう感じですかね。はい、ということで、でね、これさ、ちょっと小耳に挟んだんですけど、一回やってもいいですか。タイプして、ガイド機能をオンにしてやるとですね、なんかちょっと面白いことになるって聞いたんですよね。ちょっと待ってくださいね。はいはい、あ、別にあれだわ、カロバーもったいねえわ。カロバーもったいねえけど、まあいいか。ガイド機能をオンにして、はい、まあ道なりにやっていきますよ。
どうしよっかな。これたらこっちでいいか。で次ですよね。オンにする。するとはい、こっち行ってくださいよ。で空き地に建設する購買部。これダメでしょコナミさん。これダメだよ。完全に誘導しちゃってんじゃん。だからここじゃないんですよ。ここに置いちゃうと今言ったようにアクセサリー店で必要な丸石が購買部に持ってかれてしまうかもしれませんので、これダメだよ。はい、穴見つけました。何もガイド機能のガの字もないですねこれ。そりゃみんなこれ購買部左上って覚えちゃうよね。いやーこれもう一番最初よ。一番最初からやらかしちゃってんじゃん。あー見つけちゃったわ。これは直さなきゃダメですね。今からでも遅くないと思いますよこれ。だからこれやったらどうなんだろう。ちょっとガイド機能をオンにしてやったことなかったからさ。ああここにツルハシ。えでえ、いや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 、え採掘場は置かないの今。えちょっと待って、ガイド機能ガバガバすぎない？なんで置かないのここ今。置くでしょ普通。え意味が分かんないんだけど。ちょっと待って、これさガイド機能にツッコミを入れる動画じゃないんだけど。待って、でアクセサリー店もらうじゃないですか。あここなんでここなんだろう。はい不足してしまいます。はい、これだからダメなんだって。これ悪い例だよまさに。ちょっとこれって次のターン丸い知れないとさ、ほらなんでさびっくり発生してんのにさわざわざメンタルで丸い石取りに行かなきゃいけないの。それはだからここにアクセサリー店置いて、ここに購買部置いてれば、まあここね、ここに購買部置いてればこうならないはずなんですよ。えちょっと待って、ガイドガバガバすぎ。えこれはダメだよマジで。せっかくさマントル強化投手始まってさ、うんみんなワイワイしてる中でさ、これちょっと初心者の方とか困惑するよね普通に。これだって急速化スタミナでしょ次踏む練習。やべえ闇だわちょっと。え絶対これガイドオンにしちゃダメじゃん。何がガイドだよ最初から間違ってんだけど。うん、まあちょっとこのターンは亀石がかぶっちゃうからまあ休むだよね。うん、どっちかといったら練習するか、まあ別に踏んでもいいと思いますけど、まあ休めで星石取っとくのがいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。これはちょっと待ってくれよ。なんかこれちょっとがっかりですね。そうこれだからね、そうガイド機能は、まあ、オンにせずにねやってたんですけども、ちょっとあのアクセサリー店の話にね、はい、ちょっとあのツイッター見てたらガイド機能オンにしたらここに購買部設置しろって言われたっていうのを見かけてですね、今回ちょっと実際やってみたんですけども、まさにそうじゃん。まさにそうなって全然なんだろう、これじゃあゴテゴテに回るだけだからね。マントルはもういかにね早いなんて言うんだろうスパンで石を補充して施設を建てて経験点を稼いでいけるかっていうのが大事なのに、もうこれじゃあもうダメよ。まず不足っていう字が出ること自体良くないからね、ガイドになってないからね。はい、ということでちょっと思わぬ穴も見つけてしまいました。はい、ということでもう一度はい、まとめます。購買部はここに一番下に設置するようにしましょう。最初ね序盤アクセサリー店の、丸石が優先されるように購買部は一番下、はい、アクセサリー店はだいたいここ、うん、別にここでもいいです、うん、で鶴橋採掘場みたいな感じで作っていくといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、またね有益な小ネタ見つけたら動画化していきたいと思いますので、
ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちください。それでは失礼します。 See you.